松平信則は、幕末から明治期にかけての大名、家族、会津松平家十代当主、森山松平家九代当主、日立国民と藩主、徳川成明の十九男として誕生。幼名は、あまり九麻呂、署名は秋則。後十五代将軍となった実刑の徳川義信から、返記を与えられて、信則に改名する。慶応三年三月。 道の区国会津藩九代藩主、松平片森の養子となる。片森は、当初、成明の十八男、徳川秋武を養子に臨んでいた。同年六月、十四位下地十県、若狭守に助任される。慶応四年二月、片森の隠居により、家督を相続した。明治元年九月、母親戦争で敗北して、新政府軍に降伏、加盟は断絶とされた。 同年11月、新政府の命令により、養父、片森と共に上京した。同年12月7日、領地を没収されて、片森と共に英金庫を命じられる。なお、明治2年11月、合津松平家は、片森の長男、松平片春による、加盟存続が許され、陸都南半三万国に違法された。明治3年3月、片森と共に、 都南藩預かりとなり、同年8月に、東京へ移る。明治6年8月11日、成明の二十二である前、松川藩知事、松平頼之が死去した。8月22日に信則は、片森との養子縁組を解消し、頼之の後を継いだ。同年10月10日、15位に除せられる。明治9年10月12日、フランス留学のため、 横浜港を出発し、明治11年6月に帰国した。明治13年5月、14位に昇進する。明治17年7月8日、家族例の交付に伴い死者に除せられる。明治24年6月3日、37歳で死去した。実施はなく、養子の雷大らが後を継いだ。同母兄弟姉妹は以下の通り。ハット読みは、 平成新州旧家族家系体制による。吉信に、吉久と呼ぶ説が存在していることから、信則自身にも、信則ではなく、久則と呼ぶという説がある。ABC、平成新州旧家族家系体制、松平死者区下の項では、片森の代で断絶した加盟を片春が、再興したという記述になっている。信則は、冒険とされ、当主としては記載されていない。 ありがとうございます。